ドを奪ったんですが渡辺今日ね、上山が渡辺雄太今日から復帰いいですね、はい、ファールをもらいます待っててファールをもらうというねそれと渡辺選手の場合一番最初いいタッチを打ててるんでもう本当に綺麗ですよねシュートがね、はい、ロングレンジのシュートというのは非常に彼も言ってるんでねその部分はこう日々非常に良くなってるんじゃないですかねそれぐらいボールの周りがいいですねすごく、はい、しっかりと決めていますいいですねコーナー決めてはきませんが3ポイントが有効になりますが、はい、さあここからの攻めをどうするかと、ねはい、あとファールファールをもらいます価値がありますよねすごくね、はい、そしてこの美しい